今日はですね、メッセージ、DM 等でいっぱい質問いただいた中で、小林選手の、試合までのルーティンを知りたいですという質問がかなり多かったんで、ちょっとね、特別に撮ってこようかなと思います。今日が試合前日なんですけど、前日の練習からちょっとカメラで撮りに行って、試合までどういう生活をしているのかお見せできたらいいかなって、まあそれで少しでも参考になればと思いますので、じゃあ行ってらっしゃい。いやもう体力的なものはもう試合2日前に、3日前、2日以上前に、週明けに全部作り上げてるから、もう試合の前日と試合の2日前はもうほとんどコンディション整える練習だけ、そんなに上げたりとかはしないね。リフティングの1つや2つ練習しろって、あ、違う、なんだっけ、 SNS やってる暇あったらリフティングの1回や2回練習しろだっけ、テッキー。そうだよな。なんか髪の毛やってる間、髪の毛やってる暇あったらリフティングの1回2回やれって言われそうだから、ちょっとリフティングの髪やる。シュさん、シュさんやってよ。シュさん、塗って塗って。ヨーロッパ内にいる人たち、あの出張で髪の毛お願いしたかったら、こちらまで連絡ください。いや、ちゃんと俺次は自分で、はい、それで壊れちゃってんだよね。なんで美容室は仰向けでシャンプーなのに床屋は前向きでシャンプーでしょ。男はあんまりそういう移動したりめんどくさいから。女もだろそれ。正解は女性はメイクがあるよね。だから水、顔につけれないじゃん。なるほどね。だから仰向けでシャンプーしてあげるの。だけど男はさ、刈り上げるじゃん、うん、こういうところを刈り刈って細かい髪の毛が顔につくじゃん、それごと流す。ありがとうございました。適当に言いました今。マジで。マジで。めちゃめちゃ綺麗に落ちたわ。次でもすぐシャンプーしたいんで、すぐシャンプーしたい、はい、ここでやろう、ここでやりたいです。ワデユミン時代のジャスティン・ビーバーやもん。はい。おいしょ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。帰ってください。帰ってください。もう帰る。テッキーに見せないからこれ。絶対。お前に見せない。うわ、めっちゃいい色になったわ。お前には見せない絶対。え、見せたくないから。何色は教えない。気になる。明日の朝見るからいい。気になる。絶対明日朝来てくるもん俺。ハン君じゃん。そんな体勢で風呂入ってる。ああ、そうね。いや別に入りたくなかったら試合の前日でも入んないし、アイスバス嫌いなんだよね。だから冷たいのには入んない。結構交代力いいって言うじゃん、あの体が血流するみたいな。サウナ入って冷やしてみたいな。お湯入って水入ってを繰り返すのいいって言うじゃん、うん、でも嫌いなのにやる必要なくて、よく試合前とかさ、楽しみじゃん試合、テンション上がるじゃん、興奮するじゃん。そしたらこう目をつぶった時に、ああ明日こんなプレーしたいなとか考えてると寝つき悪くなるから、ちょっと体温を上げて体温めてストレッチして
ちょっと冷めた頃ぐらいにベッド入るとちょうどいいかなって。やりたい時にやりたいことやるみたいな。うん、まあ、でも昔に比べたら趣味相当変わったけどね。ミーティング終わってそのまま感じですぐボール回しみたいな感じだった。アップの時間なくてさ、やっぱいきなりやったらダメだね。ちょっと温め、気温だって2度ぐらいでしょ。1度とか寒かった。1度とかやった、ね、布団ですね。でもこの IKEA のマットも超万能やな。いやでこいつめっちゃいい。これいくらか覚えてるお前。1枚7ユーロとか言って。いやそうか2枚で20ユーロぐらいとか。でも2枚で2500円ぐらい。安すぎだろ。コスパ超いいよ。だって人来たらさ、敷布団の下にこれ引いてたら結構ふかふかになるし。もうそれみんなだってどうせいいマット使ってるんでしょって思ってるやろ。なんかどうせいい器具があって。いやいやもう器具が使わないから。うん、それちょっとその仙骨枕。でも俺さちょっと思ったんだけど、ちょっと試してて多分使い方間違えたらちゃんと正しく使わないと変にずれると思う。逆に。あ、骨盤が。うん、だからちゃんとした先生に見てもらって使った方がいいかなって思ってる。これ使うと変な感じするんだよ。ももら逆に張ってくる。今何もしてない。自分のストレッチ、自分だけでストレッチやってて、ですごい調子いいから体もね、知らずに変にやるとずれちゃう気がするんだよね。そう、仙骨って骨盤帯とか。ちょっとだから一回一人さ、ツイッターフォローしてる人いるんだけどさ、その仙骨枕使ったストレッチの先生みたいな、ちょっと日本から海外から連絡してみようかな。確かにこういうの、まあ一般人やったらまだいいけどさ、うん、結構ね、そこに敏感なアスリートってなったら元の自分の形の方がいいかもしれない。いいかもしれない。そこはまあ試してないと分かんないから。結局この2ヶ月ぐらい試した。ちょっとやめて今自分でまたやってる。その方が。ここ最近はなんか。まあ、怪我したけど、全然張りもないし痛いとこないし。怪我する前と怪我した後で変わることってな。変わることは別にないよ。なんかもうあんまり注意せんとこうみたいな感じに。その怪我を俺は見えた。なんか、うん、怪我はなんかこう痛いとことか気になるとことかをこうほっといた方がいいんだよね。あんまりそこをこうなんかケアしてみたいな気持ちになると、逆にじゃあもも裏変わって走り方をもも裏が痛くならないようにしてたらいつもの走り方と変わるわけじゃん。他通り来るよね、やっぱり。あとはもう何も気にしないでやってた方が、ね、いいんだよね。来たね、久しぶりだ。久しぶりや。
うわ、まあ、時間、日本と時差があるからさ、めちゃめちゃたまるんだよ。今日本何時？夕方や、ね、5時、うん、5時、6時ぐらい、6時ぐらいか。携帯チート、携帯依存症みたいな、依存症の人みたいな。はぁ、ね、前日に送っとけよと思うんだけど、いつも。お、今日の映像、今日の相手の特徴がその日の朝に送られてきて、見なかったら消えるみたいな。相手の分析と俺が対峙する、目の前にいる相手のプレッシャーは強いですが、背後を取られた時の対応やスペースを守る守備はあまり得意ではない印象。なので26番の後ろにポジションを取り、まあ、チェックの動きとか入れて揺さぶればフリーでボールを受けるそうですね。前のプレスは強いけどボールが自分の後ろに行ったらついてこない。コーナーキックのどこのエリアが一番点につながってるかっていうエリア分け、ファーに蹴った時は 36%。寝ようかな、少しだけ。スペシャル今日。今日は何が入ってるんですか？今日、ぶどう、いちご、キウイ、バナナ、ブルーベリー、プロテイン、ヨーグルト。以上。友達に紹介されて、勧められて、聞いたらめちゃ良くて、この人ハマってるの。寒いっすな今日は。ただここに湯船もあるよ、浸かりたかった。すごくないこれ、なんか。アイシング大丈夫ですか？交代浴、交代浴するここで。大丈夫。なんもないっしょ。なんもないっす。You know how I feel. I dress to kill for my real. そこにある無数の理由。シューレスを気付く無数。ボロのキックスじゃ方向狂う。照らすムーンライト from 東京上空。大事にしろ仲間とルーツ。Never forget you and living proof. まずは決めるリフ and a step. After that ゆっくりとブレイス。I just wanna chill. 24/7 days. でも楽じゃない。それがライフ。すいませんが Do my thing 描く VIP like this, like this. I feel like New York back Still 弾け足りない24 Make money and data ゲン生掴む札束恋人仲間売るな Motherfucker I swear I got 系のやり方ステージ上絡むコードほどくフローは独特まず1家族友達2に君3に Hater KT for my life してる間に通り過ぎよ It's real 一瞬を切り
と月の光、この街が教える痛み、暗がり抜け出し上がり get money for my mommy、 想像の先見えない形。とりあえず今はオイルだけ、うん、後で試合前で全然出てきた。でも待ってたり、愛感も恋感もわからん、感情に身を預けて風任せとかね。辛くないってあるじゃん、うん、あれってこれね、強くやればやるほど辛くなるって言われてるのね。で、家で実家とかでさ、辛い大根が出てきたとするじゃん。そしたら大体お母さん怒ってると思う。しかもさ、ニシンのさ、つみれ汁とかでさ、普通さ、カツオだしとかでやるじゃん。カツオだしとかで、その魚介系のだしでやるじゃん。だけど、これ鶏ガラスープでダメ。次アミノ酸豊富なスープに大根おろしでめちゃくちゃ消化にいいみたいな。あ、2食食いすぎだったの。それは勇気が2食がいいって言って2食にしてたから。そうだよ、自分でコントロールしてたやつで、他の日、こっち来て他の日は怪我しちゃった日と、あと途中で違和感で出た日、計4回3食食べてるんだけど、2分の1はフル出場してない。マジ、まあ、関係あるかどうか分かんないけど、とりあえずちょっと今日2食。これ別に空腹に問題なければさ、それで動けたらそれがいいかな。うん、面白いね。バルバ東京の宣伝、いつもありがとうございます。トモくん、パッサパサだけどめっちゃ言うこと聞く。セットしやすい。行きますか。行きましょう。行きます。後ろ車来てるぞ。行ってらっしゃい。じゃあ、ね、はい。もちろん選手のパフォーマンス悪かったのもあるかもしれないけど、選手だけのせいじゃないから、スタッフももっと考えなきゃ。乱闘でしょ、あれ見せとかないとさ、戦って。いやでもあれでスイッチ入ったっていうか、なんていうの、前に行かなきゃみたいな流れになったからね。今日はなんかデッキ良かったよ。釣らなかったし、走れてたし。うん、走れてたね。後半とかバリバリ上げてたから。めちゃめちゃ動けてたし。豆入ってる、結構。大豆とグリーンピース。今週は辛くない。ちょっと辛い。けどそれ、多分ギリギリ攻めてるから。辛くなかったらさ、カレーじゃないじゃん。
でもどう辛いと辛いよね。まあ俺結構あれかな、ちょっとピリぐらいがスパイシー。俺もそうなんだよ、俺も辛いのは好きなんだよ、だけど苦手なんだけど辛すぎるな。というわけで一日密着終了ということで、お疲れ様でした。いや終了じゃねえ。第一弾、あの、試合の前日から試合当日まで、まあ、どういう流れで生活してるのみたいな、うん、迫ってみました。はい、じゃあ、まあ、密着お疲れ様でした。終了ということで。